ちそうさまでした。いやー、やっぱたぬき屋のお好み焼きは最高だな。二人ともよく食べたね。見てて気持ちいいくらいの食べっぷりだったよ。サーヤはあんまり食べてなかったよね。大丈夫？もしかして夏バテか？もしかしたらそうかも。最近特に暑いからね。でもお好み焼きのおかげで元気出てきた気がする。はぐみとともえは夏バテ平気？私はむしろ暑いほど燃えるタイプだな。はぐみも元気だよ。お日様に負けないくらい。二人ともタフだな。そういえばポピパでどこか遊びに行きたいねって話してたんだけど、二人はこの夏休みどこか出かけた？はぐみはね、ハロハピのみんなでみーくんのおばあちゃんのところに遊びに行ってきたよ。へえ、ちょっとした旅行みたいで楽しそうだな。すっごく楽しかったよ。みんなで野菜の収穫したんだ。トマトとかナスとかトウモロコシとか、その野菜を使ってカレーも作ったんだよ。夏野菜カレーか、美味しそう。夏バテ防止にもなりそうだね。みんなで作ったからいつもよりもっと美味しかった。あとはまだ行けてないんだけど、プール行きたいなって思ってるんだ。お、プールなら私行ってきたぞ。いいな、トコナッツパーク？正解。ランがチケットもらっててさ、一日中遊んできたよ。大きいウォータースライダーがあるんだよね。そうそう、あれはすごかったな。最後の急降下なんか滝の中にいるみたいでさ。あとはサーフィンにも挑戦したな。サーフィンか、難しそうだけど、トモエなら様になりそうな感じするね。コツさえつかめば案外すんなり波に乗れたよ。バランス感覚が大事って感じがしたな。他にはプールの話もっと聞きたい。あ、そうそう、あとトコナッツスプラッシュってイベントがあってな、みんなで参加してきたんだよ。サバゲーの水鉄砲版って感じのゲームだったけど、私的にはあれが一押しだな。仲間と協力して相手を倒す、あの気持ちよさは一度経験したら絶対二人もハマると思う。しかも優勝したんだぜ。あれはいい思い出になったな。優勝？すごい。はぐみもハロハピのみんなとやってみたいな。お、それじゃあ私らと勝負するか。バンド対抗戦ってこと？それならポピパも参戦しちゃおうかな。ポピパのチームワークは侮れなさそうだな。あたしらも負けてないけど。それじゃあ他のみんなも誘おうよ。パスパレが参加したらアイドル番組みたいになりそうだな。ロゼリアのみんなは誘うのちょっと大変そうだけどね。けどいざやったらめちゃくちゃ強そうだよな。ほら、左右さんとか弓道部だし。モニカのみんなも実はすっごく強かったりして。油断はできなさそうだよな。ダークホースってところか。ラスは全然想像つかないな。あんまりこういうのやらなさそうだし。けどどんなチームになるのか想像するだけでも楽しいね。はぐみ、本当にやりたくなってきちゃった。お、じゃあやってみるか。場所さえあれば簡単に準備はできそうだったし。それじゃあみんなに声かけてみようか。賛成。楽しみだな。夏休み楽しいことがいっぱいだね。本当だな。まだまだ夏休みは長いし、全力で楽しもうぜ。今日も暑いね。木陰もあるし、ここ通って戻ろうか。あ、向こうから来てるのともえちゃんじゃない？こんにちは。マリナさん、こんにちは。今日も買い出しですか？そうだよ、今はその帰り。暑い中大変ですね。お疲れ様です。
ありがとう。それにしても本当に暑いよね。近くのお店に行くだけで汗かいちゃったよ。ここに来る途中で家の庭で水遊びしてる子がいてね、ちょっと羨ましかったな。わかります。この前プール行ったばっかりですけど、いいなって思いました。確か常夏パークに行ったんだっけ。楽しかった？めちゃくちゃ楽しかったですよ。乗りたかったウォータースライダーにも乗れたし。でも一番熱中したのがあれかな、常夏スプラッシュ。サバゲーの水鉄砲版って感じのイベントで初めてやったんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。しかも優勝したんですよ。いやー、あれは熱い戦いだったな。おめでとう。ありがとうございます。幼馴染のチームワークで勝ちました。敵チームは一つじゃないから、敵を倒すにも周りを警戒しないといけないし、いつ狙われるかわからないスリルがあって最高でしたよ。今度他のバンドとも一緒にやろうかって話してるんですよ。場所さえあればすぐできるみたいなんで。そうなんだ。涼しくなれそうでいいね。あ、それならマリナさんたちもどうですか？サークルスタッフチームみたいな。いい運動にもなりそうだね。ちょっと考えておこうかな。あ、けど日焼け止めはちゃんと塗らないとダメですよ。じゃないとひまりにめちゃくちゃ怒られるんで。プール行った時も念入りにチェックされました。で、ちゃんとまんべんなく塗ってないとやり直し。ひまりちゃん厳しいね。あ、今日も塗るの忘れた。もし焼けたら絶対ひまりに怒られる。それなら早めに帰った方がいいかもね。まだまだ日も落ちないだろうし。そうします。あ、さっきの話、やる気になったらいつでも言ってくださいね。うん、ありがとう。気をつけて帰ってね。